今日のゲストはこの方。背番号21、辻見一樹です。お願いします。はい、じゃあ早速今日の対決内容を発表してください。じゃじゃん、縁日対決。縁日対決、なになに。そのためにイリ君はジンベエを着て対決にやってきました。すごい、完全夏仕様です。すごいすごい。縁日のチケットを作ってきました。こちらのチケットを渡したらゲームに参加できるチケットになります。一工夫をしてくれたんだ。はい、ありがとう。頑張りました。じゃあ行きます。最初は V、 じゃんけんぽい。お、ビビ君、まあいいでしょう。どっちがいいですか。先行。じゃあビビ君が先行でお手本を見せながら対決をするということで、はい、じゃあ早速スタートしましょう。よし。おお。よし。はい、ありがとうございます。じゃあチケットをください。はい、ありがとうございます。プレッシャーが来たよ、プレッシャー。よーい、スタート。すごいじゃん。お、早い。お、ちょっと破けそうになってきてます、ビビ君。しかもさ、いく。あ、破けてる。破けてるけど。救えない？もう無理？はい、じゃあ。おー、すごいね、でも。破けましたので、終わりとなりますが。13個、ビビ君救いました。でもすごいね、最初すげえ力技でいったのに、3分後くらい経ってんの、先生。こうでしょ。こうでしょ。これ1個取ればいけるよ。こうゆっくり取っちゃうよ俺は。ゆっくりこういって1個取ればいいんだ。はい。刺激選手上手だった。はい。はい、じゃあビビ君チャレンジします。距離が離れてるので難しいですよ。じゃあビビ君1投目。あ、外れました。頑張れ。ああ、あと、あと1回です、ビビ君。ああ、難しいってことだね。0ポイントでした。なんか近くないですか。串内選手、うん、なんかラインが違うみたいです。っていうね。あら、ビビ君っていうじゃあ、いきます。うわ、あ、なるほど。おー、20ポイント。あ、すごいプレッシャーが多い。おー、30ポイント。ということは、くしびき選手50ポイント獲得でーす。ビビ君、今千本引きが、くしびき選手と今80点差なので、
この千本引きで多くても60点しか取れないから。これをもう一回。もう一回投げてみる。ごめんなさい。そうそう。いいですか、ビビ君もう一回。泣きのもう一回だよじゃあ。よかったねビビ君。うん。もうちょっと前でもいいですか。もうちょっと前でもいい。ごめんなさい。こっからだよ。いやじゃあここね、もう本当にここね。はい、じゃあビビ君。2回目のチャレンジありがとうございます、はい、はい、2回目頑張ってください。はい、お願いします。いや、こっち見られてもこっち まだ見られた。頑張れ。うまい。おじゃ もう半歩近づいてもいいよ。もう半歩、もうちょい、うん、オッケー。ああ、残念。これで20ポイント獲得となりました。じゃあ、はい、お預かりします。はい、はい、3本引いてください。この伏せコンバ引いていいですか。はい、ストップ、はい、20ポイントです。おー、はい、1本目20ポイント、いきます。はい、20ポイント。いやこれだね。30、いきますよ。はい、おー、10ポイントです。あか、30ポイントを引くと50ポイントとなりますので、30だけは引くな。お、20ポイント。おお、10ポイント。さあ、ドラマ起こせるか。うん、リビ君、最後だよ。リビ君は持ってるのか持ってないのか。いいの？それでいいの？あー、やめな、やめな。それにする？じゃあ、引いてください。リビ君10ポイントです。やったやりました。10ポイントでした。しびき選手は運も強かったですね。じゃあ結果はじゃじゃん、ビビ君が60ポイント、くしびき選手が130ポイントということで、くしびき選手の勝ちです。いつでもっていう、はい、まあ、記録ついたなと思ったら、はいはい、また呼んでほしいということですよ。ビビ君、輪投げをもっと練習しないとですね、うん、はい、VS ビビ君でいい流れできたと思うので、それを試合に持ち込んでどんどん勝って令和昇格できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。